レー、ホーン、ハンドルポストを取り付けていきます。ウィンカーリレーとホーンは、まあ、ナセル、まあ、カバーがかぶさるのでカバーの中に入っていれば良いということになります。ステムにですね、少しネジ山がいろいろ切ってありますので、そこを工夫して取り付けていただければ良いかと思います。現在ホーンの位置、今これウィンカーリレーを取り付けているんですが、ウィンカーリレーの位置はここで良いんですが、現在のホーンの位置はこれダメなんですよ。それより上側になっていないといけないということで、ホーンの位置を変えます。上側というのはこのような形ですね。ここのスペースに収まっていないとナセルの中に入らないので注意して作業をしてください。次にハンドルポストを取り付けていきます。ハンドルポストの取り付けは難しくはないんですが、ブッシュとワッシャーが、まあ、ブッシュは一つになりまして、ワッシャーが前後についてますので、前後にワッシャーを入れるということを忘れないでください。でこれで前後にワッシャーがついている状態、ごめんなさい、下はまだついていないんですが、上にはワッシャーを取り付けて、下にワッシャーとナットで取り付けていきます。この部分のナットはロックナットになっていますので、ちょっと締め込んでいくのに大変かもしれませんが、しっかりと締め込んでください。この車両の場合だけの可能性もあるんですが、これポストの方の、まあ、ボルトがですね、結構長くてですね、普通のソケットじゃちょっと頭打ちしてしまうんですよ。なので動画では最終的には、まあ、スパナで締め込んでいっているんですが、ディープソケットが必要になる可能性があります。簡単になりますが、ウィンカーリレー、ホーン、ハンドルポストの説明を終わります。